刈谷市が運行している乗り合いの公共交通サービス、ちょいそこ刈谷。乗客が降りると、手荷物を忘れていないかご確認お願いします。車の中には傘の忘れ物がありました。これは刈谷市と愛新が始めた実証実験です。車内の上部にはカメラが取り付けてあります。カメラの映像を AI が画像認識で解析し、忘れ物を見つけます。解析画面を見てみると、利用客は緑色の四角、持ち物は青色の四角で囲まれています。2つの四角の間に一定以上の距離ができると、AI が忘れ物として認識し、スピーカーで乗客に知らせる仕組みです。運行業者さんとお話ししまして、どういったサービスに需要があるのかというのをヒアリングを行いまして、月に何回か忘れ物が発生していて、そこの管理というところで結構工数を割いてしまう、そういったところの改善というところがちょっと課題として上がってました。今回の実証実験を通し課題が見つかりました。スマートフォンをはじめとする小さくて暗い色の持ち物です。シートの色と同化してしまうため、AI に認識させることが難しいといいます。愛新は今後システムの精度を高め、バスや電車などへの展開を目指すということです。